説明していただけますね。分かったよ、手短にな。昨日やらかしたんだな、ファイ。ヨネダと。そういえば、リハの後2人で飲みに行ってたよね。エルの先輩のバンドも一緒じゃなかった？それ覚えてない、昨日結構飲んだから。何があったんだよ。あいつ、ヨネダのやつ、最近ライブが楽しくないって、なんかやりきれなくなるんだって言いやがった。なんでだよ。地下だから。は？うちらがライブやってんのが地下だからって。どういうこと？うちらは音楽で世に出たいはずなのに、もう6年も地下でライブやってる。いい加減地下に潜って地味に音楽やってんのがきつくなってきたって。しょうがねえだろ、ライブハウスってのは地下にあるもんなんだ。ここもターニングもワープもルイードも、うちらがやるところはいつも地下だもんね。でも武道館やドームは地下にはない、ホールや大きなライブハウスも。そういうことだ。人目につくべきメジャーバンドはみんな地上でライブやって、地下でしかライブができない俺らはいつまでたっても目を出さない、腐った種だって。何それ、超ひどい、ありえない。売れないバンドは腐った種。腐った種はやがて養分となる。売れていくバンドはその養分を吸って地上で花を咲かせる。今さら何言ってんだよ。俺もそう思ったよ、ここまで来て何言ってんだって。お前あいつに何て言ったんだ。本気でそう思ってんならもうライブに来るなって。それがお前のためだし俺たちのためだって、そう言った。ヨネダ君酔ってたんじゃない？酔って言ったのはそれが本音だろ。マジで来ない気なのかよ。でも今日客が来てねえってことは俺たちも口始めてるのかもな。そんなことないよ、私はみんながメジャーにならなくたってずっと応援してるよ。ユリ、そのうちその格好で街歩けない年になるぞ。そんなの関係ないもん、永遠のアイドルだもん。私の俺たちのメジャーもそれぐらい遠い夢だ。ねえ、あと5分しかないよ。マサイ悪いけどキャンセル伝えてきてくれ、後のバンドにも悪いし。だって今日はプロデューサー系の人が。お前さ、本気で俺らが目に留まるって思ってる？そんなライブ今まで何本やってきた？一度でも声かかったか？とお前何言ってる。俺も地下生活はごめんなんだよ。何なんだよ地下生活って。アリみたいだね。アリ？誰にも知られずにさ、地下でひっそり活動してんので、無理に地上に上がろうとすると踏みつぶされちゃうんだよ。ルカ、お前なんか折れちゃったな。お前らどうしたんだよ、今までの活動は何だったんだよ。俺らここで力つけて上で勝負するんじゃなかったのかよ。地下では力つかないってな。面白い。あんたたち何言ってんだよ。バンドはライブして努力して下積みして下積みして上に上がっていくもんでしょ。俺らは結局階段上がってないんだよ。何も積み上がっちゃいないんだ。同じ高さでこう積み木をつなぎ合わせてるだけ。ちゃんと積み上がってたらさ、そろそろ地上が見えてくるよね。でも真っ暗だもん。お前ら自分たちがやってること分かってんのか。バカ、江戸さんとルケさんのバカ。なんでなんでそんなこと言うの。このバンドがなくなったら私たちファンはどうなんの。だって今日は客を喋るな、死ぬぞ。私は来てるもん。プロならたとえ一人だってファンのために必死でライブを務めるもんでしょ。みんな私が昔どんな子だったか知ってるの。いや普通知らないね。私はね、ちっちゃい頃からいじめにあってて、もうなんか世の中が嫌だったってどうしようもなくて。そんなディープな過去は全く垣間見えない。大学時代も毎日ジャージで過ごしてバカバカ読んで、洗濯もろくにしないでゴロゴロして。それってただの紐の女じゃない。でもある時友達に CD 借りてさ、なんかふって目が覚めた気がしたんだよ。あれ外って明るいのかなって、世の中って本当は楽しいのかなって、なんか心がワクワクしたんだよ。ゆりちゃん、私たちファンはね、インザスラーズとして地上を見てるんだよ。私は自分の力だけじゃ地上に上がれないから。ゆり、一緒に地上に連れてってよ。よしよし、あんたたちこれでも帰るっていうの。やろうぜ、マルコ。うん、やりますか。みんなゆり、今日はお前のために歌うぜ。私死んじゃうかも。マサイ、俺のビートをお前の胸に刻み込むぜ。私すいません、巻きで。ゆり、マサイ、
お前らを地上に連れてくぜ。イエーイ、行かないよ。セッティング行こうぜ。インザーセースワーン。おい、マジ、なんだよ。あんたたちパートは何言ってんだ。今からいいから確認をするか。ベースだけど。俺ドラム。俺コーラス。ベースとドラムとコーラスでよく考えたら曲にならない。誰か歌えるでしょ。無理、恐ろしく落ちたのこの人たち。え、でもエドはコーラスって歌なんじゃ。エドのはほぼエアコーラスですから。え、なにそれ、ありえない。すいません、ほぼ盛り上げです。どうやって曲演奏すんのよ。マサイ、心配すんな。え、ソウルだよ。え、ステージに上がればなんとかなるだろう。ほら、俺らの客が待ってるぜ。あ、待って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